まあとりあえず間もなくゲームスタートです。身分を確認してください。道釣りをして、もう潜伏の占いとかをだったらめんどくせえからもう出させてよ。夜が来ました、うん、目を閉じてください。ね、105回って結構切んなきゃいけないよ。試合前と試合後は切んなきゃいけないし、全カットしてしないと、と思ってたら、その試合がものすげえ2、3、7とか。104回がね、あんまりね、大雑把に切れたから、大雑把にできたからね。それはありがたかったわ。反省会残せねえとかだったら残せねえわ。ああいう風に何回も聞いて、ちょっと結束を確認しなきゃいけないのがめんどくさいんだよね。残せるものはいいけど、朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。3番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いいたします。私、誰一人の発言聞いてないので、自分の簡単な進行論ね、まあ単体精査っていうところはね重要なんだけど、私の位置でその一周聞いただけで人狼は見つけられません。でも発言がおかしいかな、この人なんでそういうふうになってるのかなっていうところは次のターンで発言したいし、私目線、占い師さんは一周目で出てきてほしい。潜伏とかってされると沼ってしまうんで、私はそうね、しっかりと精査ができる方ではないです。でも自分の思ったことを楽しくやっていきたいんで、思ったことを発言していきたいと思ってます。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい、3番さんに関してはどうだろうって感じなんですけど、まあ、自身のスキルを認めてて、で村に、私はこういう人物ですって落とす点では感情を変えるのかなと思ってるんですけど、ただ2周目の発言聞こうかなと思って、3番さんが苦手っていうことから、1周目出てきてあげた方が3番さんの発言は伸びるんじゃないかなというふうには思ってます。でその発言単体で3番さんが怪しかったら3番さんを釣り位置に僕は入れようかなと思ってます。で自身の思考回精査、2日目以降からライン精査していきたいなと思ってます。できるだけ必要な発言はシンプルにまとめていくのがいいのかなと思ってます。2周目頑張ります。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、5番です。よろしくお願いします。まあ、4番3番ともに色落ちないわ。色味判断できる材料が少なすぎた。4番は初日単体2日目以降からライン、3番はこの位置だったら清楚伸びないから占い師1周目から出てきてくれでしょ。別に出てこなくても単体精査ってできるからさ。じゃあ占い師としての発言って何ってなるわけですよ。3番の流れ、5番占い師です。4番白です。7番白です。カリウド霊能はだ、もう言うたらその役の話ぐらいじゃないの。占い師のカード持ってる時の発言ってでしょ。占い師としての発言よく聞けないやつっていると思うけど、いや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 って思いますから。6番のプレイヤーは発言してください。はい、1周目でも2周目でもいいから初日に出ればいいんですか、占い師は。はいはい、で、ね、しっかり、ね、決め打つ気持ちで、霊能もしっかり決め打つ気持ちでやってもらわないと困ります。はい、騎士は出なくていいです。はい、出ない。騎士は出ない。騎士を守る進行を取るんで、スムラって言ったりすります。はい、ドライに行きます。何があっても行きます。はい。あ、何があっても行くからね。うん。俺を舐めてるってことだから、絶対釣るから、そういうやつは。全員合わせてもらうから。つむら師匠を許さない。柱発言は許さない。柱チャットも許さないから。ルール違反だから、明確な。それが分からなかったらゲームはするな。あと、誹謗中傷ね。2文字の言葉系は、誹謗中傷明確な。はい。該当します。
こいつもすります。ルールも守れない奴はこのゲームをするな。うん。それだけ。ちゃんとゲームをしろ。うん。はい、以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、そうですね。8番さん以降で住むらしいようする人が出るのかなってちょっと思ってるけど。まあ結構笑いながら聞きました、6番さん。まあ、6番さんが人外かわからないけどね。なんかそういう威圧的な行動している狼って僕あんま思わないんで、結構6番さんが現状は白なんかなと思ってます。5番さんが、まあ、3番さんか4番さんにどっちかに言ってた単体精査しとけばいいって。まあ、わかるんですけど、多分ね、1周目から占い出て、2人占いが揃った方が、その単体精査、まあ、審議をつけた上で、その話を聞いたら、やっぱ単体精査って多分もっと広がると思うんで、まあ、出た方がいいんじゃないですか。単体精査をするんであれば。占いの単体精査は別に置いといて、その占いが2枚揃った時の話を聞いた時に単体精査って、結構しやすいと思うから。だからまあ、まあわかんないですけどね。3番さんと4番さんは、まあ2周目ですね。8番のプレイヤーは発言してください。占い師5番白です。お願いします。まあ、なんだろうね。まあ3番はわからん。もう、なんか、狼見つけれないっていうふうに言ったけど、多分3番自身の中で狼の見つけ方ってあると思うから、まあ2周目それ話せばいいんじゃないかなと思ってるけど、何だろう、まあ、狼っぽくはないけど、経費値8番視点では経費値になるから最悪って思ってますけどね、まあ、4番は2周目でいいんじゃないかなって思ってて、まあ6番はまあまあまあいいっすけど、まあ、なんかなんだろう、ほぼまあいいけど、まあ6番の進行があるんだと思ってるけど、まあなんかルールの話しか言ってねえなぐらいです。9番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。ランダム6番さん、白ハーコお願いします。3、4、5、7、話聞いてて、7番にちょっとだけ違和感があって、まあ、7番さん目線で占い師にしようにしかならない想定をしてるから、なんか7番さん狂人で潜伏決め込んでんのかなって、安直に思っちゃったかな。だから7番狂人あった時、8番人狼かなって思ってて、まあ、8番が5番白打った構図から、まあ、3番の相方はないかなって思います。5番が3番にものすっごくきつい当たりをしてるんで、その時に5番手打つメリットがないと思ってるんで、まあ、8番人狼だった時は3番の相方ないかなと思います。1周目の4番さんはいいなって私は思いましたね。これ評価したとこって、まあ、3番の考察を伸ばしてあげるために出てきてあげた方がいいんじゃないかなって感じの、その視点が4番さんいいなって思いましたぐらいです。1番のプレイヤーは発言してください。そうですね、まあ2週目ですかね。まあ騎士とか言っておきましょうかね、はい。2番のプレイヤーは発言してください。どういうこと、騎士使用されたから今、まあ、だから今のとこ1番ほど行きますね。まあ1釣りですよ。7番が気になって、日2番目1釣りですよ。あ、信念も別に1番が落ちろ作ったから1番からですよ。ただルール説明してただけ、はい、柱が嫌いなルール説明してるだけの人だったのにもかかわらず、なんかこんな強気の人は狼だと思えないって、単純に語気の荒さだけですよね。それってファッション系ですよね。発言内容は何も加味せずに、ただルール説明を強く言ってるだけの人物が狼に見えないってことは、まあ、この人発言で精査できるタイプの人じゃないんだなと思ったので、もうその時点で僕は7番が制裁力ある人間だったらもう認めたくないので釣ろうかなと思うぐらいにはぶっちゃけいらんなと思っちゃいました、7番の人が、はい。まあそんぐらいですかね。3番じゃあ2番でいいよ。プレイヤーは発言してください。2番でいいじゃん。はい、お願いいたします。はい、6番さんが霊能。ああ、はい、1番から釣り入れるんで、まあ、1番から釣り入れるんで大丈夫です。1番さんが騎士と言っときます。ああ、2番さんが騎士、はいはい、場面固まったので、1番から釣り入れるんで、8番さん、9番さんの発言を1から釣り入れて、8番さんの方が芯があるかなと思っています。理由は、その私への懸念の発言、
っていう、私やっぱトップだし、自分自身がよく分かるから7人がちょっと分かりにくいんで、7人から言ってもらうんで、ああ新っぽいなっていう、最悪釣り切ってもらって8、9守る進行取るんで、9番さんから連続出てきて、まあ、9番さんはあの発言自体黒い要素は拾えてませんが、まあ、どっちかをあの芯と見れば8番さんかなと思っています。グレーに関してコインがない、ごめんなさい。97、96、どっちとも取れんだよな。役っぽいとこに打ったと思う。5番が占いないからそこに打ったと思う。どっちとも取れんだよな。発言してください。はい、お願いします。村の役語り禁止なんで、まあ、市場さんの村スラは無効化されるんで、1から行きましょう。そうですね。1から行きましょう。5、6、7、5、1から行きましょう。1から。怪しい視点持ってたんですけど、7番さんが圧倒的におかしいなと思ってて、7の方が狩りやったら偽やなっていうふうに思ってます。なんでかって言ったら6番さんの発言に対しておそらく8から2の間にスムラの CEO をする人がおるんかなっていう発言もおかしいなっていうふうに思ってます。まあ、ルール守るなら1ずりで占いには手をつけない進行を通ってもらうんで、絶対に、まあ、9番さんが6 1位か7か2でいいや。9番さんが僕に対していい評価をしてくれてるっていうのはどっちで言ってんやろうなみたいな感じで、評価集には見てないんですけど、どっちで言ってんのやろうって感じです。じゃあ8、9はまた精査します。1からいきます。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい。3、4、5、6も村学でいいんじゃない？ねえ、6番霊能だし、1番村すらしてるし、村すら禁止でしょ？ 4 番が言ってるように。はい。全人が露出だと思ってますが、俺はね。はい。8番、9番の審議で、8番の中で7番どう思ってたか聞きたかったわ。一周目段階、7番まで視点伸びてなかったじゃん。9番、7番、狂人、8番、狼、8番、3番は繋がらなそうだな。の視点でしょ。4、5、1、2の中に8番の相方がいるっていう9番の考察だよね、一周目段階では。1、2番ともに気になんなかったのかな。2番は1番仮 CEO したのかなっていう派手なマークが飛んのってて、まあ様子見で2周目で出てきた2番新仮っていう可能性もあるけど、7番が5番に取った、いや3番の視点の中ではねえって、でもまあ9番か7番もちょっと辛いけどね、7番教授で見る視点は。はあ、そこまで占い3枚出たときに7番狂人で引き切られるのが怖い7番狂人でしょ。結構辛いよって思っちゃったから、9番7番の接続とかあるのかなとか思っちゃったけどね。はあ、7番は5番に対して5番から3番に冷たい人物って多分7番の頭の中で思ってるから、その中で8番か7番がどう思ってたか俺聞きたかったけど、はーい、かな。いいんじゃない、6番さんがどっちに守ってほしいかで、はい、俺は1釣りで6番が2番か7番に。6番のプレイヤーは発言してください。まあそうですね、まあ、俺は本当は岸から行きたかったけど、1番が村でルール違反してるかもしれないから、誹謗中傷を繰り返す。チャット違反繰り返す。柱チャットって違反ですよ、一番さん。柱チャットって違反だから。柱チャットした瞬間、一釣り。悪質なルール違反、ということで。あと、誹謗中傷、二文字の言葉も、ルール違反ですよ。ルール守れない大人はありえないから、一釣りでいいよ。ただ、村の可能性があるから。じゃあ、一応8、9の真だ、まあ、2番は任せる。8、9の占い、おは3、4、5って広くなるけど、7が俺でいいよ。うん。わかんないから、これ。うん。一応2番が死んだったら、8、9の死ぐらいが俺は大事だと思ってるから。うん。で、明日ほぼ決め打ちになると思うけど、1が多分ルール違反してる村だと思うけど、ルール守りましょう。1釣って。7が俺で、2番が8、9、おは3、4、5。うん。
7番のプレイヤーは発言してください。1番さんが狼に見えてなくて、2番さんが狼だと思ってます。でただ2番さん狼の時に別に出なくていいと思うんですよね、2番さんって。で2番さんが出れた理由って、まあ8番9番に相方がいるんだったら多分出なくていいから、8、9が新境で2番狼のだから3、4、5に相方がいるんじゃないかな。あんまり1番さんが狼っぽくないから、まあ5番さんは白だけど、5番さんが狼の時だけは8番が偽8強とかだけど、9番さんが結構不当だったなと思ったんで、9番僕あの段階って3番4番ってほぼ占いがないのは分かりました。1周目で5番さんが占いがあるかもしれないけど、まあ別にそれもあれだったけど、さすがにあの段階で 3CO の懸念したりとかっていう話は僕はないと思ってるから、現状は9番さんの方が偽かなと思ってます。まあそうね、まあ1番さんが降りたから1番さんを釣るしかないんですよね。まあ僕は2番さんが狼だと思ってるんだけど、はい。まあ1釣って、まあ僕が6守りで2番さんが8、9っていう指示なんで、まあ8、9に紙が入って、ああ違うか、はああ結局噛まれるんじゃん、結局8番さんか9番さんが噛まれます、どっちか、はい。8番のプレイヤーは発言してください。なあ、結局、まあ、どっかが噛まれるんでしょうねって思ってますけど、まあなんか、なんだっけ、これ7番に視点が向かないのって言ったら、なんか、まあ6番1角してるけど、そもそもなんか役ムーブでしかないから、まあ別に多分7番が6番の単白を拾った時って多分7番も役なんだろうなと思うから、別に7番に対して何も言いませんでした。一般的にはね、3、4、5の村の方に噛まれるか、グレー値広く取りたかったらあれだけど、多分ね、3番が8番の一応2番が死んだったら空気読んで8、9でもいいよっていう。8番が3番に対して言ったことだと思ってるけど、盤面的な死んっぽい可能性は秘めてるからね。あんまり、まあ、狼占いの方守ってもらいたいなと思って。まあ、そもそもなんか1番が村すらしてる時点で1釣りみたいな発言になっちゃってるから、しょうがないよ、ルール守んないのは。まあ、7番と2番だったら2番が偽だと思ってますよ。そもそも1番がじゃあ騎士とか言っとこうみたいな時に、2番が騎士持ってた時って2番がそのまま騎士とか言っとこうって、まあ、そもそも村すら禁止の村だから、1番がそういうふうに騎士とか言っとこうって言った時に2番って出るべきじゃない。リア強まで、1のリア強まで追わないといけない盤面だから、全人外だと俺は限らないと思うけど。まあいいんじゃない？ただ、4と5がローだとしても、これに関してはしょうがないよ。俺がルール守れっつってて、ルール守らなかったらダメだから、村だからっつって。一村あるかもしんないから、騎士から行きますは通らないでしょ。映画の違反してる1を釣らないと。ルール違反の1周目があって、ルール違反者を見逃す霊能になったらダメだから。まあ、決め打ちで。いったら一番問題児だよな。本当に問題児。しょうがねえかなって思ってます。ただ占いには行かないんだから、占い師頑張って発言してください。これ一番さんにお願いなんですけど、まあ、一番さんが本当にスムラでやっちゃったパターンやったら、ちゃんと発言で自分のスムラ主張をしてほしいですね。2周目一釣りは免れないけど、そうなんだ、発言で返せばいいんだよ。あ、暴言とか打たないで、いいかな。5番が村っぽくなりゃいいんだろ、1番が。を村押したら村だと分かってくれるから、まだ逆転はある。人外でロックするときって、多分占い師の色当てを7人にしてほしいって言うと思うんだよね。はあ、1確人が起きして釣るならね。5番さんの考察聞いていったら、多分そこまで行くと思うけど、行かなかったんよね。で、8番さんがグレーを怪しんでるんですよね。3番懸念しないといけないかなって。多分1の白分かってる人物やと思ってるんですよ。だから多分8番狼なんですよ。で、多分1番やっちゃったスムラでグレーに狼おると思うんですよね、私は。8番の考察からね。まあそうだろうね。だけど、2番さんは1周目の落ち度がありますね。1を釣らないわけにいかないだろうよ。7番は真っぽくないですね。2番さんは、まあ、3、4、5で一応2の進化のケアだから、これを聞いて8、9守ってくれ。8
多分噛まれねえと思うけど、8、9噛まないと思うけど、こんなビッグチャンス。まあ、一番が村やった時は、ルーキー読んで8、9噛まないと思うんだけど、読んだら3、4、5守りゃいいし。ちゃんとした考察を残してちゃんと死んでてください。うん、それだったら、私はグレーに占いと。1番目死んだから2番が占い守るような、はい、あ、俺噛まれてもいい体制だよ、今回は。7の芯が追ってるとかじゃなくて。発言して一応占いの結果大事かなと思って。なんかその得意げに、その村すら禁止とか言って、俺みたいなムーブした時に俺釣りとか言って。俺新騎士なんですよ。で、そもそも、俺が新騎士で村すらって言った時に俺が新騎士じゃないじゃあ、全人外じゃん。一釣りでいいじゃん。このルールって、このルールが正当であることを証明できる人間が、私が新騎士で村すらした段階でいないんですよ、ね。それ何得意げに1釣りとか言ってんだって話なんですよ。1でいいじゃん。だから、もうなんか村すらしないわ。まあ、1でいいわ。村すらしない。あ、むしろじゃあ1でいいわ。わかりやすいじゃん。進行7が俺超え、2が村すら、3、4、5、5えだよ、これ。新規士で村すらしますんで。これルール違反じゃないんで。はい。うん。ね。皆さんね、ルールっていうのは、ルールこいつ釣り、もうダメダメ、こいつのせいで何回も編集しなきゃいけない。ダメダメ、こいついらないからもう、1釣って、ダメダメダメ、こいつ釣んなきゃダメ。こんなムーブしかやんないからもう。途中で、それがルール1はこいつ入れない方がいいと思うよ、もう。判断できないようなルールはルールじゃないんですね。そこに気づけないような人間が、この人狼ゲームというものをできるわけがない。うん。2番。一釣りでいいっす。一釣りで。発言してください。全人外だから一でいいよ。まあではルールにのっとり、ムラスラをしたあなたは人外、核人外という思考で進めますね。ってなった時に今日は1番を釣ります。6番が7番に6番を護衛しろと言ってるので、7番はじゃあ6番を護衛できるなら護衛してください。8番、9番は2番に色当てしてください。2番は3、4、5。2番3、4、5。2番の芯の可能性があるし。1番に護衛を入れることができるので、1番が別に。7番を釣ります。7番で黒結果出た瞬間に僕に黒って言った方が破綻します。はい、3、4、5は、2って3、4、5守り分かってる、これ、この場面。なんで7番とかって1番が素村の過程しかしてないんですか。で8番視点で2番。容易7番って噛めないって。そしたらじゃあ今日私噛まれるんかな。その瞬間、偽になるから。ただ1の色も落ちないっていう弱点が出てくるんですけど。2番に占い飛ばす思考の一つでも入ったらどうすか、ね、あの状況下で1番がムラスラしてるんやったらリア共案限りって全路盤面で1番が逃げた人外にしかならへんから5番が言ってる新世界があるから嫌だよね。あ、遺言も多分こいつ言うだろ。早く釣って編集がめんどくせえ。こいつ釣んねえと死んでも番が俺がその代わり噛まれるから責任取ってどちらかが狼になるっていうか俺噛まないだろ。そこも何も拾わんの君らは。7人にロー出てたら噛まないだろ。噛むわけねえだろ。7人にローいて。特に8番さんね。僕の偽要素って何すか何すか目の前の1番があの程度の発言で、騎士のお金がみたいな感じで、ほんまに騎士使用してるのか。1が戻るんだったらルール違反ではない。ただこいつ暴言中だから次。暴言中、暴言するなって言ったよね。これ、2文字の言葉は暴言だって言ったよね。明確に。何も答えるんでしょ、君。明確にアウトのレベルの暴言入ってくからアウト。編集がめんどくさい。1番っていう人外を釣って、7番さんは。なんでかっていうと、1番なんか芯追えねえだろう、もう。8番、9番僕に色当てしてこんな困った人だっていうのを、なんとなく頭の中のデータ入ってれば、一応芯の可能性を追えるけど、3、4個追えると思う。だから1番から釣るって言ってんだよ。で、最悪、7に釣り切りゃいいじゃん。一応、1のローがないとは思うけど。うん。1番は責任取って釣る。のプレイヤーが選ばれました。村でやってるんだったら、本当に嵐だからね、さすがに。これは制裁釣り。1番のプレイヤーは発言してください。何度も言いますが、私が騎士使用の後にムラスラしたときルール違反ではない。でも戻らないやつが悪いだろ。一人もいないので、このルールをそもそも、人狼、この人狼札でね、蔓延してますけど、このルールを正常に運用できる人間っていうのはいないんですね。はい。一番が一番の発言で騎士に戻ったから、ルール違反ではないが、あなたが騎士使用しなかったらルール違反だろ。何が正常に運営できないんだよ。目を閉じて何が正常に運営できないのか分かんないけど今朝選ばれたのは目を開けて村人でした。一番が発言の前ではルール違反になってます。正常に運営できないところか一番が降りてはいけません。で7人に行くとは限らないし
7人に行くとは限らないし、村すら禁止村だから1番釣りしかないんですよ。ルール守れって、ね、表面上は1番は降りちゃいけないんですよ、絶対に。はい。降りちゃいけない盤面だから。はい。1の発言で1のルール違反が解除されるんですよ。禁止しようっていうことは。役語り言う。役を言ってるってことは。1の発言前では1番ルール違反なんですよ。表面上ルール違反なんですよ。誰も運用できないところが真っ当なんですよ、みんなが。だから俺はそれを守るしかないんですよ、もう。当たり前の話だけど。うん。ていうか、こんな話すらしなくてもいいレベルだけどね。朝が来ました。まあ、いいんじゃない？村が決めたこと。昨夜死んだのは、8番。俺、グレーにローがいるパターンじゃない？こんな髪が起こらないから。あのさ、グレーにローがいるパターンじゃないこれ。はい、2番さん白でした。グレーにローがいたら申告してくれないかこれ。だってもう縄足りちゃうよ。縄足りちゃうよ。1番がリア級じゃなかったら縄足りちゃうよ。グレーにローいたら申告してほしいわ。思ってます。私釣っても白しか出ないでしょ。2番が6番越えできなかったとき2番釣れるでしょ。でも、どうやって勝つんだろうねこれ。はい、リア級いんのかな、わかんないや。まあ、7番釣ってもらったら黒見れますよ。それだけ6番さん言っときますね。7番釣って終わんなかった時が一番リア級だけっすね。はい、かな。まあ私まだ仕事あるんで、まあ、1番釣って終わんなかった時に、まあ、仕事あるんで、まあ、ローラーして7番さんまで引いて2番が6越えして7番が黒やと思うから、私は1番がリア強じゃない限りね、ちょっと怖くなってきた私で。いいかな、まあまあ。でも全人が移動室の時に噛んじゃ負けっしょ、何してんだろうねって思ってます。時間じゃダメでしょ。はい、くらい。え、これリア強あんのかな、めっちゃ怖くなってきたんやけど大丈夫これ。まあ、私真なんで、まあ、8で絶対陣が落ちとるんでぐらい。ちょ、めっちゃリア強がいるんか怖くなってきました、私。ちょ、ごめんなさいね。はい、2番白ですね。2番のプレイヤーは発言してください。聞けば聞くほど頭が痛くなる発言してますね。9番さんも50キロ8万噛まれてたら全部のわけないやん。そうだね、3人の中に国葬エンドでやったらおるに決まってる。うん、これルール違反だろ。そんぐらいわかるやん。まあ、とりあえず今日7釣りね。7番はもう6番超えっていうことができない状態やから。だから俺が6番超えして7番の色結果が 100% 落ちるわけ。1番を陣外で白で 100% 落ちてるやったら、1番はもう強陣でしか仮定しないから。まあ、これはリア強いないっていうことを前提にした場合ね。まあ、ただ8番が髪抜かれてることから、あ、リア強おるんやろうなと思ってるけど、1番というリア強がおって、3、4、5の中に北総エンドル狼おるんやろうなと思ってるけど、もう1番が騎士をしたまま、村捨てりゃどうのこうのから、もうそれはもう追わない進行でしょ、ルール説明で。だからもうこれは仕方ないよね。だから今日7釣り、俺が6超え。はい。理由わかるよね、言ってることで。3番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いいたします。私、最初、その1番さんの発言から、あの黒要素も拾えなかったし、そのなんだろう、騎士を名乗っている村だと思って3番目に出た7番さんに投票を入れました。その理由はね、あの7番さんは最初1周目筆頭位置に上がってたわけ。それで3番目に出てきた、その逃れるっていうのかな、役を透かしている人狼だと思ってます。私2番さんが新騎士だと思うと、やっぱね、4-7、4-7ローローだと思ってますね。で、5番さん、8番さんは噛まれてるから、真の占い師、9番さんが、強靭。そうすると私の目線4-7ローローになります。7釣ります。4番のプレイヤーは発言してください。ん？ちょっと全然わからんなって思ってるんですけど、普通に全人が露出してて、で、まあ、2番さんは9番さん守ったんでしょ？それで8番さん噛み抜かれてるんでしょ？やったら、
急の色見りゃいいだろ。急の色見て、27決戦で、もうしょうがないけど、新京でも、多分新京なんでしょう、多分。クロス越えができてないわけじゃないですか。言うても、7番さんも6守ってて、で、狼は8噛んでるわけでしょ。だから、2が新とも限らん、じゃないかなと思ってるんですけど、違うんですかね。3、4、5に狼がいたら、出てるんじゃないかなと思ってるんですけど、回します。5番のプレイヤーは発言してください。なんか1番さんがごめんねとか言うんだったらまだしも、1番さん弁明ではなく戦いに来たね、へえと思いながら聞いてました。いやそもそもさっていう話になってくるからね、俺目線分からないわけですよ。一番が何者かなのなのか。一応借りて出ましたねって、一周目段階で言って、二番が一番本当に借りて出たの、まあ、ってなって、二周目段階での7、2が借りようとしようでしょ。一番が、ねえ、ムラスラの中で一番さん、アーマンしたかったの。ムラスラ禁止っていうのを忘れてた。とか言えばさ、まだ分かってたじゃん。8番、9番も1番でさ、1番がやっちゃった村人陣営なのかもしんないっていう、精査を落としてるんだから。1番が村だった場合、そうやって言うよね。1番さ、やばいって思いますけど、村でやってるんだったら。はーい。9番、狼だった場合って、鉢神発生した時って、自動的に9番まで釣り切られちゃうから、狼の背もないよね。ってことは、新京の方が近いよね。八神。うん。どうだろうね。3番の中で9番強人、4番7番の1番は村で置いてんの、3番の流れ。そこが気になったわ。その視点がなかった3番さんに気になってます。はい、9番進行でいいんじゃない ?7 行こうか。6番のプレイヤーは発言してください。はい。うん。というか、3、4、5にローいたらやっぱ深刻だと思うよ、マナーとして。いや、今日いるっていう。そこまでして勝とうとするやつやばいと思うよ。うん。うん、だろうね。どうしたらいいんでしょう。9番さん、どうしたらいいのこれ。どうしたらいいんでしょうね。9番って真巨人てか、村の、これは、うん、はい、OK っす。はい。わかりました。はい。7番のプレイヤーは発言してください。いや、さすがに1番が使用したから、もう無理だなと思ったんやけど、まあ、自爆しますね。はい。あ、4番さんいい？もう自爆します。7分、夜にスキップしました。自爆しなくてよかったよ。俺村負けでいいって言ったよ。何も異論ないよ。だって1番が嵐なんだから。夜が来ました。なんで君たちがやる必要があるの？今朝選ばれたのは目を開けて村人でした。うん、だから、うん。二進だから2番が8か9守れっちゅうことで9守ったんだろ？いいじゃん。うん。いいじゃん。この場面、まあ、心境場面になるわな。まあ、真面目だったら7-4だろうね。4番の1番へのルール違反の釣り押しが黒すぎるから。1の人が謝んなきゃダメよ、あれ。で、心境場面を終える体制。だから言ってんじゃん。1のリア強まで追うと、絶対に、2番の方に新占い守らせた方がいいに決まってんだろ、100%。100% 守らせた方がいいから。9番が西郎だから多分人外じゃねえんだろうな。あ、俺噛み、7だろうなら俺噛めないから。俺も8番9番の芯が大事だから、ものすげえ。あ、そういう守りっす。最悪噛んでくれたらラッキー。2芯だと思ってる方の、どっちかというと6、4くらいで守ってる方の守りのイメージしたね。8、9守らせる。あ、言語通りっすよ。朝が来ました。だから、僕が、生き残らなきゃいけない守りだったら、2の方っすよ、盤面的に。うん。でも今日はね、8球は大事と思ったわ。1の、リア球まであるからさ。ゲーム終了。厳しいゲーム。